わしやがなマフィア梶田です。 わしやがな中村一です。いやー、本当で失礼します。はい、ブクちゃんもいます。今回ブクちゃんはリモートでお届けになります。はい、さあスタジオからお送りするわしゃなま第34回目ということで、はい、今回は中村生誕祭でございます。はい、中村さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。まだね、まだ明日なんでね、今日はまだやめてほしいんだけど、43歳。やめてほしい。43歳になりますね。43ですか。43、いい年でしょ。いい数字ですね。いい数字でしょ。43、いい数字ですね。頭が出てきた。ハッピーバースデー中村さん。おめえが打ち取れねえから俺が受け取ることに。中村さん。ハッピーバースデー。なんか歌めちゃくちゃらしい。中村さん。うわ、すごい。著作権に配慮して、もうなくなったんだっけ。もうない。すごいけどカメラで抜けない。すごい。いけるか、いけるか、いけるか。いけるいける。おい、よー、作ったな、これ。ここまでは大丈夫。ええやん。ビチャーンっていったら台無しだよね。ね。ビチャーンっていったら。はい、ということでありがとうございます、皆さん。おめでとうございます。すごい。サプライズケーキでございますよ。これすごいね。はい、写真をしっかり今撮るんだ。自宅配信のノリだわ。はい、今撮るんだ。ブクちゃんはねちょっと体調を崩してたというか、うん、まあ、ぶっちゃけコロナに感染しちゃってしばらくやばかったんですけれども、うん、もうすっかり回復したんだよね、ブクちゃん。はい。あ、よかった。今喉の方も大丈夫？ああ、もうバッチリです。よかったよかった。まあ、今回は大事を取ってね、現地には来れなかったけれども、うんうんうん、まあ、ブクちゃんの用意した誕生日プレゼントはまた今度レギュラー放送でね、しっかりと、そうだね、うん、ちょっと見せてもらおうかな一本作ろうと思っております。ブク君の性能とやらを見せてもらおう。うん、そう期待が期待が今からあいつ作り直すかもしれない、うん、ちょっと違うのに変える。大いにあるな。ちょっとこれ面白くなかったかもしれないってやり直すかもしれない。うん、あれみんなこれ気になる？あのガトリング不便だったじゃない、すごく。まあ、日常生活もう俺らにはもう下こっちゃがない状態。経験することがないですからね。この間知り合いと飯食いに行った時に、うん、あの最新のいい治療があるって言われたんですよ、うん、ナノマシン使った最新の治療が。それがこれ思ってたんと違った。これ何なの？アームズです。あ、アームズなの？オリジナルアームズ、ジャバウォックですね。気になります？でもあの尖り具合よ。あれよ、でもね、いろんなことに配慮して柔らかく作った。ええ、おすごい柔らかく作った。はい、まあ、その知り合いっていうのがね、あの皆川良二先生だったんですけれども、あ、うん、思ってそれでアームズで、ね、思ってたのと違いましたね。これを防げるの？攻撃を防げます。シールド剣みたいなこと。シールド剣というか、なんならまあ、本当なら俺は全身がジャバウォックに変身できるはずなんですけれども、変身できないんですよね。でも多分それだったらいろんなもん持ったりできるの？無理ですね。見ての通りこの爪じゃ持ったものすべて傷つけますね。マジで？でもガトリングよりもぶっちゃけ取り回ししやすくなったんで、あの、ね、尺が短くなったから、ね、そうそもそもで、ね、ガトリングもね脱着可能になったんですよ、おかげで。これ一応人間の腕にも戻せるんでね。じゃあ一応し、ええ、またここからしばらくは こいつで。たまにこれかな、あの諸事情で多分提供案件の時とかガトリングになってると思います、はい、あ、諸事情でね、諸事情で。あ、でも皆川良二先生はなんか OK くれました。好きに使えて、あ、じゃあその力好きに使えって言ってくれました。はい、よかったね。というわけでしばらくよろしくお願いしますね、皆さん。はい、カジタまたちょっとおかしな感じになっちゃいました。皆さんお願いしますね、はい、見慣れてくださいね。ちなみにですね、うん、今回の放送なんですけれども、うん、あのさっき急遽決めたんですが、はい、まあ、スタッフにも伝えてないことを今から言うよ。スタッフにも伝えてないんですよ。うん、あの今日ハッシュタグわしゃなま中村生誕祭でつぶやいていただくっていうのは決めてたんですけれども、そこにもう一つ追加してハッシュタグわしらに質問っていうのを、うん、付け加えて、わしらに何か質問があったらぜひ、なんか聞きたいこととかあればね、うん、多分時間持て余すと思うんで。そうなんですよ、まあ、もしかしたら時間が余らなくて全然質問を読まない可能性もあるけれども、だから期待はそんなにはね、うん、しないで。まであんまり、あと重い質問なしね、シリアスなやつはなし。シリアスなやつはちょっと今日はやめてね、うん、中村さんの誕生日だからね、うんうん、みんながなんかこうなっちゃうやつはちょっと、うん、楽しくやっていこう、楽しく、ね、お願いします、よろしくお願いします。うん、わしらがひらがなで質問が漢字ですね。漢字で。ハッシュタグわしらに質問。
なんかどっかに書いといてください、うん、どっかに書いといてください明日詳しい質問、はいね、どっか出せるなよろしくお願いしますどしどしくださいね、はい、ちなみにですね、うん、改めて告知なんですけれども、うん、わしゃがな TV の初のオフイベが、あ、はいはいはい、現在事前抽選というか予約受付中でございます。抽選、はい、抽な、なんていうのあれ、あれなんていうの、事前予約、事前予約受付中、抽選予約、うん、予約抽選、予約抽選、予約抽選受付中。正しい、誰一人正しい方が分かってない、うんうん、なんかなかったっけ、うん、資料もね今見ようとしたんですけど、うん、もうとっさに出てこないんであれですけど、うんうん、417かな、うん、417もうダメだ、もう417だっけ、いや416だね、416か、もう全部間違えてるな。4月16日にやる予定で、でまあそこに向けてねいろいろ我々も準備を今してるんだけど、うん、まあ申し込んでねいただいてる方多くてですね、うん、以前にも話して結構申し込みいただいてるっていう話だったんだけど、うん、この間また打ち合わせしましたら、うん、またさらにねこのちょっと先行抽選応募どしどし来てるみたいで、いや随分な、うん、人数の方応募いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだねもうちょっと期間あるんで、うん、まだ確定はしないんですけども、うん、打ち合わせをしてる中でさ、そうそう、これ見せていいって言われたからなんだけどさ、完成しました。はい、こちら皆さんね、わしゃがな TV のイベント専用ペンライト、これペンライトっていうの、なんていうんですかね、サイリウムっていうの、ペンライト、あ抜けるんだ、緑だと、おーすげえ、あいいじゃん、なんだろう、何属性の力っていうか、あれあれあれ、ちょうどいい具合に中村さんの顔が余ってるさ顔緑色になってる、顔緑グリーンランタンみたいになってる、これさ、うん、あれだよね、光学迷彩とか着るとこういう感じになる、こういう感じになるんでしょうね、ちょっといいね、 SF 感ある、面白いこれ、はい、まあまあこれ、まあ、それそれですね、で特別な機能がついてるんですよ、これ聞かすの、うん、特別な機能がついてる、ね、皆さんこちらですね、はい、もう最新技術、技術の粋を集めて、ムービックの最新技術の粋を集めて作りましたんでね、うんうん、これなんといってもね、こういうですね、これ聞こえて聞こえてんのかな、音量を最大にすればちょっと聞こえます、聞こえてますこれ、聞こえてますよ皆さん、2人の声がねランダムで入ってるんですよ、これは俺の笑い声かな、これは俺の屁、わしおがの、あ、俺なの、わしおがの、わしおがの、わしおがの、はい、こんな感じで色変わる、声変わる、そう、そう、うるせえでしょ、うん、うるせえでしょ、狙い通り、うん、会場でぜひ皆さんね、これでリアクション欲しいなと思って音声を収録しました、ちょっと小さいまあ会場全員がこれをいじってたら、全員が使えば、ね、なかなかの音になるかな、でもこれは本当に今回のイベントでしか手に入らないものですからね、うんうん、まあ売れないかもしれないけど試しに作ったんですよ、うん、売れなかったら売れなかったで私は素直に諦めますんで、うん、面白いかなと思っただけなんで我々も、そう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 、これが会場で買えるのかな、会場で買えるの、会場で買えるんですけど、うんうん、こういうのってさあれなんだよ、本来こう、うん、メンバーカラーというかさ、うん、あれで応援するときに使うんだよ ね、色あんの俺ら、一応赤と青でたまにグッズではその区分けしてますけれども、ぶっちゃけイメージカラーっていうほどのものじゃない、ブクちゃんはこれ緑かな、抜けちゃうやつだよね、うん、そうだよね、緑か黄色って感じだよな、ブクちゃん黄色か、うん、緑か黄色、まあ皆さんね、なんかこう会場を盛り上げてくださるんであれば非常に助かりますんで、もちろんね、自前のこういうやつでもね、はい、うん、全然いいです、全然いいんですけれども、会場ではこういうものを売っておりますという話、はい、ただ注意いただきたいのはライブはありません、そう、ね、歌唱等はありませんので、ただフル応援です、そうですねこういうのはやめてください、こういう催しないんで本当はね、中間さんのコネでマーチンとか呼んでもらおうかと思って、マーチンの会になってる
マーチンの歌を聞きたいじゃん。じゃ場を全部支配されますね。お客さんもマーチンのファンになっちゃうから、ね、そうですね。そのタイプ良くない、うん、聞いたら一瞬でファンになりますよね。そうそうそう、マーチンの歌はね、はい、という、まあまあ、こういうのをまあ、はい、作ってますんで、はい、まあ、これ完成品ではまだないんですけど、はい、こうなり、ま、こういうの出ます。他にもまあいろいろと用意はしようと思っているんで、うん、ちょっと楽しみにしてもらいたいかな、うん、はい、引き続きぜひぜひどしどしご応募ください、はい、よろしくお願いします、はい、そして早速なんですけれども、はい、まあ、プレゼントをね中間さんにいろいろ用意しました。これ多分し、うん、しまった緊急待機した方がいい。緊急待機、はい、なんでね、中間さん喜んでくれると嬉しいなと思っていろいろ用意しましたんでお渡ししていきたいと思います、まずはあ、あんの？オッケーオッケーオッケー、うん、なんかめっちゃしょうもないんですけど。しょうもないってそんなことないよ、気持ちだからね、こういうのはね。どんなしょうもないの？なんだこれ、なんだこれ、うん、もう箱がさ金色のこれセイントのこれセイントセイヤだよね。セイントのクロスが入ってるやつだよな。しかもさ、この3つ一緒なんだけど、これだけなんでドラゴン、あ、これ何？ドラゴンシリュー？なんだっけな、これシルバークロス？これシルバーなの？なんかめっちゃ黒かった。黒かった黒かった何？黒かった。開けてみましょう、とりあえず開けてみよう。ではこれ何なの？このサイズでセイントセイヤのフィギュアなのかな。食玩みたいなね。食玩か。え、これ何？え、ま、あ、あれかパンツか。パンツ？そうです。パンツこれ。うわー、派手。中村さんを守らないとと思って。いや、お前これ低層帯じゃねえか。腰のゴールドクロスや。だってお前タウラスだよ、しかも。あのこれいいですか。本当はあのちゃんとなんていうんですか、主人公クラスとかの全然だったんですけど。在庫がもう結構もうなくなってて。ないんだ。あ、そうなんだ。で、あの残ってた在庫全部買いました、これ。で、タウラス？これいや、わかんない。タウラスでしょ。あ、これレオだ。タウラスでレオ。これ獅子座だ。これさ、履いたらこの真ん中の部分が盛り上がるわけ、ね。いや、多分そういうのじゃない気がする。それはタイミングによります。それは、そうですね。それは、調子とタイミングによる。確かに確かに確かに、うん、このぐらい年齢になるとね、うん、コンディションも混ざってくるからややこしいんだけど。それは何です？どんなやつですか？これレオでしょ。レオか、ま、前がこっちか、こっちが前の穴開いてる？黒巻きで抜かれてる。おー、びっくりした。これあの抜かれてるだけです。黒巻きで抜かれてるだけです。うわ、びっくりした。俺これって思った。って、ここが出ちゃうんだったら、履かない。ここが出ちゃうなら履かないよ。いや、たまにあるんですよ、ここに布がついててそこに収まるタイプ。いや、それはあるけど、これは違うじゃん。うん、これだと一番守ってほしいところだけが露出してるじゃん。まあ確かに。これ要はもう弾しかカバーしてないじゃん。レオこんなの履いてんのかと思った。そう、ここにね、あの青緑の宝石が入ってるのよ、本来はね。そうそうそう、うん、それが抜けちゃってんだね。今黒巻きで抜けました、ね、奇跡が起きてしまったな、うん、さあ、次なんだ。続いてのゴールドは、うん、これはですね、よいしょ、こちらライブラ、ライブラ、あ、じゃあ俺だ。ライブラもこれ抜けるな、うん、ライブラ抜ける、うん、あ、大丈夫か、いや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 、ライブラいいじゃん。ものすごく股間をガッチリガードしてくれてる、うん、めちゃめちゃ防御力高そう。ガチガチにね、ガチガチに固めてくれそうで、うん、さあ、そしてこれがブロンズかなのかな、シルバーかな。ブロンズってシルバーですよね、でも箱からすると。誰が、ああ、シルバーだ。あー、ごめん、ブロンズ、ブロンズ、やっぱり横の絵の通りだ。ドラゴンだね、ドラゴンシリューだったらブロンズ色、あ、でもゴールドを被るのか。あれあれ、これはやばい、これ赤いんけ。中村さん、ステルス迷彩パンツじゃないですか。ん、誰かいるのか。気のせいか。もうゲノム兵なの。俺の顔がもう、俺の顔が抜け取るやないか。中村柄のパンツじゃないか、これも。です。でもこれいいな。ドラゴンシリューの。ゴールドじゃないとこういう色になるんだな。これアニメ準拠か。アニメ準拠、まあでも普通にクロスの色だね、うん、クロスの色か、うんうん、いいね。まあシリュー一番好きだから、うん、けどちょっとレオが面白かった。レオはやっぱ黒巻き、ひどいな。黒巻き以上ね、またレオのこの穴開いてる下に鈴がついてるのがたまんないですね。、うん、
たまんないですね、レオのデザインこれ。ほんとやめとけ。考えたやつ天才。お前、ほんと人の誕生日やめとけ。いやいやプレゼントしたらあいつですから。あいつは黒巻きまで計算してないからしょうがない。いや、ありがとうございます。おめでとうございます。いいプレゼントじゃないか、俺って。おめでとうございます。じゃあ次俺渡しますね、はい、じゃんじゃん行かないと時間足りないかもしれないから。はい、まずはこちらです。お開けください。まずは、はい、また物量戦。いや今回そんな多くないですよ。あの失礼しました。はい、箱なんて書いてあります。ミッドナイトコップって書いてある。ミッドナイトコップ。あのそこにカメラさん見切れてますけども、リッグスが座ってるじゃないですか。これ以前のね、我々のねお友達リッグス君。もうね、形状でわかんないよ。フィギュアだろ。うん、でも新しい友達欲しいなって思ってでこれ、マータフ。マータフですわかんねえんだろうな、俺が今マータフって聞いたことを分かってる、わかるかな、皆さん。みんな分かってほしい。苦労したの、これ手に入れるの。すごく、マータフ。マータフのフィギュアってないよな。あの、リックスよりも手に入れるの苦労しました、マータフは。リックスの相棒マータフです。なんかちょっと元気なさそうですけどちょっとしょうがないよ。ね、いろいろ細かいものついてるんですわ。まだもう一個フェイスついてるけど、何が違うか全然わかんないえ、何が表情違いじゃないんですか、マータフ。表情違い、うん、言ったな、お前。マータフの表情違いでしょ。確認するぞ、うん、表情違いだな。まさか同じ顔がついてるわけないでしょ。これは顔でしょ、マータフ。もう一個いくよ。マータフだな。あ、傷ついてる怪我してるマータフ。ちょっとやられたマータフ。あれ、これどのシーンだ。ちょっとボコられたシーンか、マータフ。ちょいちょいあるからな、うん、ちょいちょいマータフあるな。で、マータフといえばリボルバーなんでね、うん、銃がね、うん、マグナムになる。そう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 、はあ、ちゃんとリボルバーちゃんとついてんすよ。で、警察手帳もね、ちゃんとついてます。ちっちゃいやつが、これ小さくてわかるかな。絶対寄れないマータフの写真も載ってるんですよ。ちっちゃい。これ確かリックスにもついてた覚えがあるな。ああ、うん、ロス死刑。そう、これでね、ようやく長野さん、リーサルウェポンが。リーサルウェポンだった。揃いました、うん、リーサルウェポンズが。リーサルウェポンズ。リーサルウェポンズ違う、うん、それ芸人のやつや、うんうん、あれはリーサルウェポンズっていう名前だけど、うん、トップガンのネタでブレイクしたやつや、うん、君はマザーファッカー歌ってた人だ、うんうん、これいいでしょう。かなり顔がね、あのクオリティ高かったんで。どうやって飾ればいいんだろうな。やっぱね、マータフとリックスは並べて飾りたいですよね。だからね、ワシャガナの誕生日はもう名だたるハリウッドスターが駆けつけてくれるもんだと思ってます。はい、次スタローンかなスタローンかシュワちゃんあたりかな。実はですね、うん、もう一人来てるんです。もう一人ハリウッドから、ね、もう一人もう一人ハリウッドから俺のために来てんの。中村さんのために駆けつけてくれる。誰だろう、はい、誰だろう。トムかな。もっとすごいですよ。トムよりすごい。トムよりある意味レアリティが高い。ジャック・ニコルソンかなジャック・ニコルソン、中村さんの中でトムより嬉しいですか。まあ、ある意味嬉しい。大ベテランで。ちょっとハサミでこれ結構厳重に梱包されてるんですよ。鬼プレミアついてたんで。よいしょよいしょ。これ開けてもらいます、うん、このプチプチを。あ、いいですね。椅子用意してあげたかったですね、マータフにも。これでいいか。あ、いいじゃん、うん、クロスの上に座るマータフ、二度と見えないのこれ。ええやん。あいい。こういうワンシーンありそう。これでね、わしらも隣に座ってるし、夢の共演なわけですよ。ブクちゃんの目抜けてんだな、相変わらず。怖えな、ブクちゃん。相変わらずあいつハロウィンみたいな殺人鬼の、うん、はい、名村さん、おめでとうございますいやいや、カズさん、これダメだって。いやいや、ダメじゃない。お前、これだからマーチンって言ったんだよ違う、そうじゃないまあ、だからマーチン。なるほど、はい、だからマーチンって言ったんだろ。ウェズリー・スナイブスさんが駆けつけてくれましたマジでブレイドのホットトイズはこれしかないと思うんで、鬼レアです。昔出たんだよね。昔出ました。お、やべ、いいな。いいでしょう。装備もついてるんですよ、武器セット。吸血鬼を皆殺しにしていく武器がついてる。そう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 、銀の弾だよな。俺らの大好き映画ブレイドですよ。
銀の玉が市販されてないから、うん、あのちょっとヤバそうなジジイがずっとこ う, そ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 うこうやって溶かしてね、溶かして作ってる、だからなんかシルバーアクセ持ってると取られるんだよね、うん、溶かされちゃ う, そう材料にするんですよね、吸血鬼退治の、そうそう、これはね本当にもう在庫がなかったんで、そうだね、唯一存在してるやつを多分俺買いましたね、うん、何年前に出たか知らないけれども、なんせウェズリー・スマイブス版のブレイドってもう商品化されること多分ないんで、うん、まあ、うん、そうね、次ブレイドまたやるって言われてるから、うん、次出るとしたらそっちだよね、そっちですね、そうだね、角刈りのホットトイズ初めてよ、でしょめちゃこの革のコートの出来栄えすごいんですよね、ほらかっこいい、やばいねえ、めっちゃタトゥー入ってる、めちゃめちゃタトゥー入ってますね、このブレイド特有の髪型なんですよね、そうだね、うん、自立し、あ、もう映画のワンシーンじゃんこれ、あ、グラさんマーチン違う違う違う、そうじゃないかっけー、かっこれ覚えてる、これはい、これ皆さんこのギミックわかります、剣を、うん、敵が取った時、うん、防犯機能、ね、握ったらね、そう、主人公以外ブレード以外が握るとこれジャギーって飛び出て腕粉々になるっていう手飛ばされるんですよ、恐ろしいギミックだから、うん、敵のあのバカな部下がブレードの剣奪って俺のもんだって言って手飛ばされてましたよ、そうそうそう、他にもいろいろ付属してますね、このホットトイズのブレードの出来栄えが相当いいんですよね、ホットトイズはね、うん、やっぱりいいよ、うん、本当に、ただちょこちょこあるのが、うん、多分原型、これ日本のフィギュアでもあるんだけど、原型師がこのコンテンツにモチベーションがどのくらいあるかがよく分かっちゃって、うん、あ、この原型師はこれ好きなんだなと思うと出来がいいのよ、あ、で多分仕事としてやったなっていう時はちょっとね、ちょっと劣るの、愛情がやっぱ出るんですね、出る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 、もう微妙にね、うん、ほんのちょっとの差なんだけど、ブレイドのすげえ武器、わけわかんない武器いっぱいついてるよ、ブレイドの装備の数々、映画で出てきてるやつばっかではあるとは思うんですけれども、一番この刀だな、そう、これがブレイドね、もうブレイドの象徴とも言える刀、そうだね、うん、背中に背負えるようになってると思います、あのスリットが多分つくんですよね、これだよね、うん、なんかさ、こうなってるよね、そうそう、そんな風についてるんですよ、多分アタッチメントかなんかがあるはず、いや、このままでね、このままで、おお、そうそうそう、こんな感じ、うん、ブレイドってね、そうなの、普通こうやってつけるじゃん、うん、違うのね、真正面です、こうやってつけて、うん、縦にサーンってね、うん、抜きづらそう、でもね、かっこいいの、アクションがアクションかっこいいよね、抜く時のアクションが超かっこいいのよ、見たことない人ぜひ見てほしい、ブレイド、あのブレイド1だけでいいよ、1だけでいいですとりあえずね、とりあえずね、うん、あのこのホットトイズは実はブレイド2版なんですけれども、うん、ブレイド1の頃出てないんですよ、多分でブレイド2の立体化なんですけれども、まあブレイド自体はかっこいい、うん、デザインほとんど変わってないんで、見るのは1でいい、見るのは1でいいです一番出来がいいっていう意味でね、一番素晴らしい出来栄えだっていう、それはあれですね、カスタムハンドガン、そうだよね、うん、なんかあの下からパシュンってなんか 出なかったっけ、うん、出たよね、なんか強いのがね、結構ね、ブレイド1の頃って低予算の中で努力してて、これ普通のガンにいろいろアタッチメントつけてそれっぽくしてるんですよね、うん、そうだね、うん、専用っていうよりはね、そう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 、ああ、あった、手裏剣とかあったね、やっぱコメント欄もブレイドめっちゃ好きって人多いですね、やっぱうちのファン層は分かってますね、ブレイドのことは、うん、本当分かってる分かってる分かってる、俺が今コメント欄見た瞬間には、うん、そうなんだしか書いてなかったよ、うん、俺が見て見逃した時に書いてた、今言われると2、3に見たくなるじゃん、見るのは止めませんよ、はい、俺もね2は嫌いじゃない範囲であります、うん、3は見なくていいです1は絶対見て、1は絶対見て、2は興味があったら見て、うんうんうん、3はまあ別に、まあ別にあのこれ好みによると思うんですけど、1見ちゃうとどうしても見劣りはすると思うんです、1の出来が本当にいいんで、まあ1の出来良すぎたからな、うんうんうん、あ、ただあのチートバドバ苦手な人はちょっとやめた方がいいですよ、うんうん、あの血はねギャグぐらい出るから、本当に出る、ゴアフ表現すごい、うん、あと2ノーマンディーラス好きな人は2見てもいいかもしれない、うん、出てるから、あ、出てるね、うん、これはすごいな、
これなんだ。鉄拳に、鉄拳にあれだもんね、うん、あの完全ブレイドっていう見た目のキャラが出たもんね。え、います？レイブンっていう。マジ？もう完全ブレイド。へえ。ちょっとブレイドすぎて俺使ってたもん。ブレイドすぎて使ってた。これはブレイドすぎるぜと思って、ね、うん、かっこいいと思って。ナオさん、これ覚えてます？この装備。これね、なんかあったね、うん、飛ばすやつだっけ。いや、腕につけて、腕につけてくれるやつでしょ。ここから歯がガッて出るやつか。刃がスピャーンって出るんですけど、これ多分稼働すると思うんですよ。あったったの、これこれ、あ、これこれこれ、銀の杭、これを銃の下に、うん、入れて撃ってたよね、グレネードみたいに。これは多分手で握って普通にぶっ刺します。これぶっ刺したっけ、うん、こう引き抜いてラスボス用に使ってたやつだっけ。そう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 。で最後の決め手になるんですよね。これ壁に刺さってたやつが落ちてきて、それをブレードが蹴り飛ばして、ああ回し蹴りでね、うん、あの無駄な回し蹴りをするやつ。そうそうそう、アクションがむちゃくちゃね、あのやっぱりウィズリー・スワンプスは空手チャンピオンだからね。空手チャンピオンなの、ウィズリー・スワンプスって。あ、そうだよ。へ、空手の人だよね、確かに。あ、道理で体さばきがすげえはずだ。これ稼働します？デモリションマンの時からね、やっぱりこいつはすごいやつ出てきたって言われてたから。うん、ちなみにブレイドはね、新しい MCU のことを諦めてないみたいです、あのウェズリー・スナイブスは。あ、そうなの？あのタイミングがあれば全然受けるよみたいなテンションらしく。なんだこれ、今マルチバースじゃないですか。あ、じゃあ出られるんじゃないかと。まあ今んとこオファーはないけれども、可能性がないわけじゃないよねみたいな話をしてるみたいですね。なるほどね、うん、新しいブレイドともしかしたら別世界のブレイドが共演することもありえんのかなって。ただね、ウェズリー・スナイブスもう還暦なわけなんですよ。だってずいぶん見た目違うよ、うん、もうずいぶんと、ね、あれで出た時に、うん、エクスペンダブルズで、うん、あ、出てましたね、エクスペンダブルズでも。いやー、かっこいいわ。この革のマント結構翻りを作れるんですか。作れる、うん、裏側がね、赤っていうのがいいな。いやセクシーブレイドのパンチが満ちった。いやそんなぶら下げマスコットみたいにしないの。ダニー、ダニーグローバリー、マダフ、ダニーグローバリー、マダフ、マダフ、リーサルウェポンとブレイドの共演ですよ。噛み合わねえなどっちかというと取り締まられる側ですよね。そうだね、追っかけられるよね、うん、なんだあの変態はっつって追っかけられる方で、うん、見てくださいよ、この場の豪華さを。マフィア梶田、中村雄一、メル・ギブソン、ダニー・グローバー、ウェズリー・スナイプス。これ確かにね、あの、うん、ちょっと古いのかね、うん、関節抜けます。ブレイドね、脱臼してるわ。脱臼してるブレイド、ブレイド脱臼しますね、こっちの腕脱臼してるわ、うん、昔のホットトイズ関節抜けやすいんですよね、本当に。素体が古いもんね、うん、完全脱臼してるわこれ内側に着込むベストですね。そんな内側着れる？着替えようか。着替えようか。でも最終決戦の時にはマント脱いでたからね、うん、多分そうです。あのベストでね、うん、なんなん脱がされてたよね、捕まって。そうそう、裸で血絞られてました。ああ、そうだっけ。そっからなんとか助かるんですけれどもね、ヒロインの助けによって。これヒロインなんていたっけ。ナオさんもうブレイド全然覚えて忘れちゃってるじゃないですか。でも見直しても楽しいかもしれないですよ、だったら。うわぁ、ブレイド抜けた。コートを脱がせられますよね。そう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 、セクシーなブレイドの着替えシーンです。インナーそうなってんだ。これね、これだいぶ古いね、ホットトイズ、うん、この構造のホットトイズめっちゃ久々見たよ。これ出たのがおそらくいつかな。なんせ本当に手に入らないんで、2010年、13年前のホットトイズか。古いね、うん、13年前ですね。軽くはなってるから、うん、最初に持ってきてたキャプテンアメリカとかよりは新しいな、うん。これは一応正規輸入品ですね、ジャパンの、うん、日本語説明も載ってるんで。うわっ、うわっ、どうです、すごい、すごい。やっぱり、うん、ウィズリースナイプ再現しなきゃいけないから、うん、腕の差、うん、普通のホットトイズのフィギュアと違う、血管浮き出てるの。ほら、あ、本当だ、血管浮いてる。ほら、うわ、
これ作った人相当ブレード好きっすね、やっぱ。そうだね、うん、こだわりが半端ねえ。そう、今見るとね、ダセえなと思うのがさ、うん、この時のこれちゃんとできてるんだけど、うん、この時のファッションってね、ええ、ズボンすごい裾余りっていうかね、体にフィットしてないんだよね。そうなんですか。ブレイドのワン見直してもらったら分かるんだけど、すごいダボダボなの。それは気づかなかった。これウィズリースナップスの体合ってないだろうと思うぐらいブカブカのパンツ履いてんだよ、うん、多分ですけれども、アクションの見えかな、見えでパツパツだと動かないんですよ、足上がらないんですよ。まあまあね。でブレイド蹴りめちゃめちゃ多用するじゃないですか。そうだね、すごく足高く上げて、おそらくその都合上でしょうね、このパンツは革製だったと思いますし、うん、あ、コメント欄で確かにダボダボだったって。うん、確かに見てる人たちだね。なおさん、なんでヒロイン覚えてなくてブレードがダボダボだったことを覚えてるんですか。おかしくないですか。ヒロインって誰。いや、いましたよ。免疫学者かウイルス学者のヒロインがいて。何それ。病院でブレードが突入した時に、運び込まれた吸血鬼の死体を解剖しようとしたら蘇るんですよ、うん、でそばにいた男が襲われるんですけど、ね、その元カノ。それヒロインだろ。ヒロインです。その後ブレイドと同行して噛まれて吸血鬼化ウイルスを入れられちゃうんですよ、そのヒロインは。でも、いや、もう記憶から消えた。マジで。もうそんな設定知らない。結構メインですよ、ヒロインは。え、そんないないよ。ナオさん、ブレイド1のストーリーほぼ消えますけど、いなかったらブレイドは一人で何やってました、ワンで。いや、だってブレイドはだってヒロインがいなくても戦う、うん、ほら理由があるじゃん。まあまあ理由は、ね、自分の復讐のためだけじゃん、うんうん、ブレイドはね、自分の愛車のダッチチャージャーに乗せてヒロインを連れて帰るんですよ、あのヤバいじいさんのところに。そうなんだ、うん、でニンニク注射からなんか打ち込んで1日経って吸血鬼がしなければ運が良かったなって話になるけどっていうことで助かるんですけれども、今ググろうとしてる。ブレイドヒロイン、長尾さん、女の子に全然興味がない。仮面ライダーブレイドのヒロイン。違う、そうじゃない。違う。仮面ライダーブレイドのヒロイン、うん、広瀬さんっていうのが出てきたけど。じゃあ広瀬さんではない。うん、みんな覚えてるよね、ブレイドの吸血鬼対吸血鬼化ウイルスのワクチン作った人よ。ねえ、あ、みんな覚えてるよね。そう、それは違うブレイド。広瀬さん違うブレイド、うん。カレンジェンソン。カレンジェンソン。うん、これかな。で、ラストでブレイドに血を吸わせてブレイドが完全復活するシーンは覚えてます。何。ああ、うん、うん、覚えてる。あの女の子がヒロインですよ。ふーん、これは次はヒロインのホットトイレ探さないとダメだ。いいよ。全然いいよ。あるかどうかで言うとないだろうけど、うん、あ、うん、ブレイド1のヒロインドクターカレン・ジョンソンは2ではどこにいますかっていうヤフー知恵袋を質問あって、2ではいなくなってますって。出てないんですよ、2、3ではね。そうなんだね。1でね、もうすっかり味方ポジションに収まったんですが、なんかいなくなってるんですよね、まあ、しょうがない、映画だからね。逆手に、やばい、ブレイドかっこいいな。かっこいいっしょ。気に入りました。欲を言うなら、うん、もうちょっとマッチョにしてほしい。ウィズリー・スナイプスの当時のさ、うん、二の腕というか体つき、うん、もっといかつかったから。もっと太かったでしたっけ。あ、よく覚え、なんやっぱりベースの フィギュアの素体がさ、うんうん、ある程度ベースがあるからさ、うん、ここまでなんだろうなっていう感じはあるけど、うん、もうちょっとなんか四角かったね、体。これ確かにホットトイズって、うん、知らんけどドウェイン・ジョンソンとか出てるんですかね。だとしたら素体ごと違いますよね、持ち出すとしたら。ドウェイン・ジョンソンはあれじゃない、うん、サノスと同じ素体じゃないの。まあ強要するならサノスでしょうけれども。ホットトイズ、ヒロイン覚えてなくてブレードの腕の太さ覚えてない。ウェズリー・スナイプスが好きすぎる。いや、主役だから。そりゃそうだろうよ。なんで主役より覚える必要があるんだよ。あ、なんかね、ブラックアダムのホットトイズが出ますよっつって、ええ、ドウェインのでかい。おわ、やっぱ全然素体違うじゃないですか。サノスの素体だと思う。いや、でもサノスよりはちょっと細いか。うん、うわー、すげえ。いや、バカ太いって。ドゥエイン。うん。かっけえじゃん。かっけえ。これカジャ君ってことにしようよ。これちょっと俺欲しいかも。ブラックアダム。うん、いいよね。うん、でね、名古屋さん、はい、あとはね、小物をいろいろおまけにつけたんで、ホットトイズに使える武器セット。箱買いしましたね。なんやねんこれ。ホットトイズに言うとスケールが同じ武器セットです。
さまざまな銃が入ってるんで、ぜひリッグスとマータフに持たせてほしい。これで何と戦えよね。なんならね、開封できるくらい数あるんで、今度開封してもいいかもしれないですね。何が出てくるか知らんけど。これってプラモなの？いや、普通に多分中に入ってんじゃないですか。プラモ？もしかして組み立てんのかな。プラモっぽいけどな。サイズ感的にはね、ホットトイツと同じなんですよ。6分の1かな。うん。一つ開けてみたらどうですか。そうね。近代兵器と、あとはちょっと古めのやつと2種類買ったんですよ。そっち38式歩兵銃とか入ってますよ。古い、うん、めっちゃ古いのある。ただ1個近代っぽい、うん、これあアンチマテリアルフですね。と RPG、うん、RPG も入ってますね。あハンドガンもあるじゃん。ハンドガンもついてます。さまざまなシークレットもありますよ。じゃあこれいこう、うん、それ何ですの。これは表示のものが入ってるのかな。多分中身はランダムではないのかな。うん、多分表示のものが入ってますこれ。AK とか、あ、AS バルとかすげえマニアックなやつ入ってんな。あ、え、プラモスか。これ何？わからん。飾っとく壁。ああーなるほどね。銃を壁に飾るやつか。モデラーの部屋の壁みたいなやつ。うん。プラモ携帯で入ってますこれ。まあ、ある程度はパーツごとに分かれてるのか。銃のパーツごとに分かれてるわ。今ね、マータフの後ろに完全に隠れてしまってます。マータフが抜かれてるやんけ。マータフがスンって顔で、うん、どこうとしません。カメラの前からマータフがどこうとしません。待ってくれよ、これめちゃくちゃめんどくさいやんけ。本当？あ、そうやってはめ込むんだ。ある程度パーツごとに分かれてて、本物の銃器みたいに組み立てるんですね。マータフにしか寄ってませんね、カメラは。このマータフが顔が出来が良すぎて、本当にダニー・グローバーがいるみたいになる。まあ、ホットトイズのね、うん、そう遊び方だからね、うん、細けえこれ。そうなんですよ。2番説明書ついてるんですね。まあ、これはね、ぜひお好みの武器を自分の好きなキャラクターに持たせてくださいってことで。何が、ん？これか。これがここにつくのか。これマジで、銃分解した時のパーツごとに分かれてるっぽいですね。みたいな感じだね。で、外国製だからバリがすげえ多い。うん。やっぱり日本のプランはよくできてるんだなと。確かに改めて思います。処理がやっぱり日本のやつってすごく細かいですよ。細かい、うん、これがここ。おお、形が出来上がってきた。もうなんか壊れそう。ちょっと細いパーツが結構ある。そう、めっちゃ細いパーツ多い。スケール感は確かにブレイドが持ってちょうどいいくらいだわ。うん、うん、で 4がこれどこ。そのちっちゃいパーツピンな、何ですそれ。これどこにつくんだろう。ピッ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 って言ってる。水か。あ、加湿器が水切れしたって。俺が象印のやつをおすすめしてから現場では象印のやつを使ってるんで。湿度がバリバリですよ。こんな誕生日配信ある？うん、中村さんがちっちゃな銃を組み立てる映像をマータフ越しにひたすら見続ける。マータフ越しの銃組み立て中村を見続ける。みんなもう今日夢にマータフ見るで、うん、じゃあここからちょっと中村さん銃組み立ててるうちにハッシュタグわしらが質問をチェックしたいと思います。さあそろそろ質問たまったかな。一件も来てなかったら笑うよね。うん、一件も来てなかったらちょっと番組考えちゃいますよね。正しいかどうか。今日は終わりです。お、来てる来てる。なるほど、いろいろ来てますね。ほう、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、じゃあこれを拾おうかな。マヌルネコさんからの質問です、うん、学校のお昼の時間にみんなでわしゃがな見てます。学校のお昼の時間、YouTube ってことってことですね。 YouTube ってことっていうか YouTube でやってる、ね、YouTube でしかやってないからね。なんなんだ。どうした。バグりましたね今の一瞬、うん、
若いね。で、質問は、皆さん髪のケアなどはしていますか？髪のケア…え、な、中学校？学校って言って学校とは言ってるんですけど、中学か高校かは分かりませんね。中学か高校かかん…うん。カシャ君はどう？あの、何のつもりで皆さんって言ってるのか分かんない。うん。一人しかいないよ、髪のケアの話聞ける人。いや、一応ブクちゃんにも聞くから。あ、そっか。ブクちゃん、ブクちゃんは髪のケアはしてる？いや、俺メンズビオレワン信者なんで。どういうことやねん。俺も何メンズビオレワンしか使ってない。何の話？あれしかいらないやつ、うん、何の話してんの？あの、全身洗える石鹸というかボディーソープです。髪から、体から、顔から全部。あ、ブクちゃんそれなの？うん、それです。そうなんだ。ってことです、マヌネコさん。これでわしらおしまいですよ、髪のケアについては。なんか髪のケアっていうのは何？わかりません。髪のケアってするもんなんで、何歳かわからんけど、ハゲを気にしてるってこと？違う違う、もう来るべき時を。多分トリートメントとかそういう話なんでしょうけれども、シャンプー何使ってんのとかそういうことじゃないですか。また私服を購入する際のこだわりなどはありますか？美容系の話をたくさん聞きたいです。やっぱまあ、わしゃがな TV 見てるだけはあるね。まあ、わしらといえば、やっぱファッション、美容系 YouTuber。 ファッションが気になるよね。そう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 、気になる。あのジャバウォックがとても健康にいいっていうことしか俺は言えないけれども、うん、健康に悪いか、そんなナノマシンが俺の傷を今修復中なんでね。お誕生日おめでとうございます、イラスト描かせていただきましたとのことで、後でね、みんなで拝見します。なんかさ、そう、ファンアートの話もさ、そうそう、ファンアートも前に感覚一回したよな。あの、ファンアート専門のハッシュタグを作ろうって話をしたんですよね。そうだよね。そうね、それでファンアートで描いてくれたものを動画で使えたらすごく、あの、間が持つよねとか。そうだ、そういう紹介とかもね。そう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 、いいねみたいな。で、今作っちゃいます、ファンアート用のハッシュタグ。そうだね、せっかくみんな見てるんだし告知しちゃいましょうか。なんだ、なん、前になんかこうしようって言ってました。わしゃアートでしたっけ？わしゃアートだった気がする。うん、わしゃアートでしたよね。あの、ひらがなでわしゃで、カタカナでアートかな、うんうん、ハッシュタグわしゃアート、ハッシュタグわしゃアートで、あの、ファンアートをツイートしてもらえれば、それをね、我々、あの、使わせてもらったり公開させていただくという前提で皆さん書いてください、ね。そうだね、うん、あの、著作権も主張しないでくださいね。後からややこしいことにならない、はい、ややこしいことにならないように使わせてもらうっていうことを公言します、はい、ハッシュタグわしゃアート、皆さんね、絵を描いてくださったりとか、あと立体物作ってくださった、くださる方いっぱいいらっしゃるんですけれども、今まであんまり触れられずに申し訳なかったんで、これからちょいちょい拾っていきたいなと思っております、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ次の、質問なんですが、もちさん、隣にスキンヘッドの梶田さんがいますけど、43歳でやってみたい髪型ありますかって。髪の話ばっかすんな。また髪の話してるよ。長村さんって髪型変えたいなと思ったりします？いや、めんどくさいじゃん。ですよね、うん、そういうことです。ブクちゃんどう？ブクちゃんってでも うん、どうなんだ。俺が髪型ってなんか変化があるの？ブクちゃんは色はあれだけど、たまに染めたりぐらい。染め、あ、そうか、たまに染まってたな。でも長さとか形はそんなに、うん、昔そのロン毛がだっただけ。あ、そうですね。でも絵描くからあんまり前髪かからないようにぐらい。あ、すごい実用的な話してるわ。すいません、俺さっきからすごい喋りにくいというか、全然誰よりもでかく自分の声が返ってくるんです。あのね、そうそう、これはね、道理で静かだなって思った。すいませんね、あの、皆さん、あの、うん、これはもうブクちゃんのね、リモートをするという状態ではこうなっちゃうんで、うんうん、ブクちゃん口が少ないけど元気ないなってことじゃなくて、喋りにくいだけです。喋りにくい、申し訳ない。そう、前もそうだったんでね。でも気にしなくて、俺が会が帰ってきてる間、みんなの声一切聞こえないんですよ、うん。なるほど、じゃあ打ち消されてんだ。今は大丈夫、ちょっと下げたよ、うん、どうかな。
はい、結構マシになった。結構マシになった。よかった。じゃあこんぐらいなら喋れるね、うん。爆音で自分の声返ってきたら。ああ、うん。昔やった時でイヤホンでやったんだよね。ああ、やりました、ね。やった時、あの時は大丈夫だったみたいなもんね。だからそう、ブクちゃんの姿皆さん見られないから、まあイメージだけお伝えしますけど、結構爽やかな感じです。うん、髪型も、うんうん。サラサラヘアの好青年って感じです。うんうん、でいいかなブクちゃん。そういうことで。そういうことにしといていいかな。期待を持たせた方がいい。うん、期待を持たせた方がいい。あ、一応銃できたよ。お、できた。あ、結構いいじゃないですか。ディテールが、おい、危ねえ。怒ってますよ、リックス。なんで。またふ。オリックス。またふ、目からちょっと精気が切りかけてます。もう笑ってない。まあ、タフ。このリーサルウェポンの時代には多分ない銃ですよね、これ。リーサルウェポンの時はね、うん、よく敵がヘッケラーのコフを使ってたね、うん、そうそうそう、あれの MP5、うん、あれをすげえ敵が使ってて、うん、かっこいいなと思った。あ、敵の銃にも興味あったんですね。あるある、うん、いやだってもうリクスが奪って敵にぶち込む。撃ってた撃ってた、うん、あ、いいね、まあ、タフき、まあ刑事が持つ銃じゃねえんだよな、うん、敵から奪ってね、うん、戦いに行く時の銃、うん、これ打ち合わせ中ですね、うん、これから突入前の、うん、そう、さあ、そしてそして、他の質問で、お誕生日ベニーさん、お誕生日おめでとうございます、うん、FF10 の歌舞伎についてどう思いますか。FF10 の歌舞伎についてって俺らあれ話さなかったっけ。天歌舞伎の話しましたよね、確か。自宅でしたっけ、で、うん、雑談だった、あれ雑談でしたよね。自宅配信の時しなかったした、したような気がするな。みんな覚えてる、俺らあの FF10 歌舞伎の話した。あれ裏だったかもしれないな。そうか、うん、まあいいんじゃないですか。うんうんうん、まあいいんじゃないですか。すごく俺は楽しみにしてます。そう、見たいけど、うん、なんか噂に言うと9時間あるって。もう、ね、いっそ天に合わせて10時間でもいいんじゃないかと思う。本当にね、9時間はおじいちゃんおばあちゃんが死んでしまう。いやナウシカ歌舞伎の時も6時間あったらしいですからね。いや、あ、そうだね、うん、でもやっぱりみんなおじいちゃんもおばあちゃんも世界で一番ピュアなキス見たいやん、うん、見たい。キースキースキースしない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 、やらないかな、うん、他には、なるほどね、これなんだ、うん、アンゴさん、たびたびチャンネルをこうしたかったとお話しされていて、方針がご時世で変えなければいけなかったとお話しされていますが、うん、チャンネル立ち上げ当初に断念した企画で今一番やりたい企画は何ですか。あ、そんな話しましたね。当初はロケ多めで想定してたんですよ、ね、あ、外、まあ、多めというか、まあ、定期的にちゃんと外でも撮っていこうぜみたいな話はあったし、なんなら1回目から外ロケ予定だったけど、うん、ね、できなくなったから、断念した企画といえばまさしくそれで、シャボテン公園、シャボテン公園ね、はい、結局行ってないね。一番最初に行く予定だったんですよね、外ロケ で、まあ、1回目の収録の時ってブクちゃん東京来てた、来てないよね、あれもコロナ、ったかな、あれコロナまだそこまでじゃないですか。一番最初は行けなかった気が、そうだよね、あの狭いとこそうでしたね。びっくりマン開封で、狭いとこ初めて一番狭かったな。そうか、2回目 の、 あのちょっと広いスタジオでやった時にブクちゃん来てたんでね、うん、あ、でも一番狭い時もいますよ。本当、うん、じゃあ別室にいたのか。いたんだな。いや、もう狭い片隅にちっちゃくなって、片隅にいたんだ、スケッチブックだけ持って。大変だ。なるほどね。でも今となっちゃそろそろ外ロケも普通に行けるようになってきたから、まあ方向性は正直わしゃがな TV は、まあ、想定とは違ってた今の形で良かったなって今となっちゃ思うんですよ
ね、うん、あのスタジオでおもちゃいじるの楽しいし、結局そういったところで特色が出始めてるから、まあ、ロケ行くとしたら、まあ、たまにでしょうけれども行けなくはない。キャンプと行ったみたいに、うんうん、次どこ行こうか、まあ、どっかしらね、うん、そういうロケするっていうのはまあちょっと検討したい。ユニバ行きたい。ユニバユニバーサルユニバ、うん、ユニバーサルスタジオジャパンなんでちゃんと言えないそうだね、USJ、うん、ユニバ、制服ユニバ行きたい。制服ユニバ、お二人に関西に来てほしいっていうのはめっちゃあります、ね、そうだね、それはでもあれいいだよね、ブクちゃんがいる方にちょっと近づいて、うん、そうね、いつもブクちゃんに来てもらってるから、逆に来てもらう、うん、こっちから行くこともしたいな、うんうん、ね、なんか感じが変わるというか、うん、楽しそう。いや、あ、行ったっけ、みんなは、みんな行ってる、俺は行ってねえんだよな、うん、あ、制服ユニバ行きたいよね、うん、制服ユニバ、いや当然よ、俺がクラウン、名古さんブレーザー、ブクちゃんセーラー服よ。いやいや、多様性だから。多様性だよ。多様性って言えば何でも片付くんだろ。バランス取らんとあかんやろ。多様性がすごいとこ来てるな。ただ多分ブクちゃんいなくなってると思う。途中で目離した次捕まってると思うけど。なるほどね、そうだね、あ、こんなんがありますね。わしゃがなのおかげで自分が生まれる少し前の世代のコンテンツに魅力を感じるようになり、うんうん、旧びっくりマンを集め始めました。おお、いいね。お三方は前の世代のコンテンツで魅力を感じてず買ってしまったものとかありますかっていうのが来てるけど、まあ、買うまでは言ってないけど、うん、例えばニュータイプの最初の頃のとかはさ、うん、85年とか、まあ、俺生まれてるけど、ほとんど記憶にないわけよ、5歳とかだから。うん、そうそうそう。で、あの辺の時代のこうトレンドの中心みたいなものをさ、うん、あのニュータイプで見てさ、うん、面白いなとかいいなとか、うんうん、ちょっと思うもんね。そうなんですよ、俺ちょうどね買ったものがあって、うん、今たまたま持ってるんですよ、うん、ちょっと控室にある俺のカバンから一冊本があるんで取ってきてもらいます。なんかね、最近昔のコンテンツを見るとすごく安心するようになってきたというか、何なんでしょうね、これが。だから問題なのは、うんうん、みんな今の時代みんな感じてることなのか、うん、ただてめえが年なだけだってなってるのか、ね、これがもう年のやつには把握できないのよ。わかんないな、客観的に判断できないから。おっさんは常におっさんが中心にいると思ってるから。そう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 客観的に判断できないから、もうどうしようもないんだけれども、最近俺はこういう感じで。ラムちゃん抜けてるよ。ラムちゃん緑色。ラムちゃん緑色だから抜けちゃってるけど。見て、あのピエロ大解剖のムック。あ、うるせえやつらっていうことじゃなくて、うん、ピエロの本なんだ。クリーミーマミとか気まぐれオレンジローズとか、うん、おお美衝撃ですよ。これ今の時代に出てる本ですよ。たまんなくないですか。これアマゾンで勧められてつい買っちゃったんですよね。なんかニュータイプとかやってるうちにちょっと昔のものにどんどん興味が出てきて。で、今回の時代の女の子が最近可愛くてしょうがないんですよ、俺の中で。なんかマイブームが来てるんですよね。80年代くらい の, あの美少女キャラクターに対する魅力を感じるというか、なんというか、うん、うん、最近ハマってるのがね、うん、あの昔の攻略本あるじゃん、ゲームの、うん、ゲームの、あれに誰が書いたかも分かんない変なイラストがあるある、あるある。そう、あれが好きで。ドラクエの攻略本だけど鳥山さんの絵じゃないやつでしょ、うん、そうなんですよ、もう想像で描いたような。あれがもう大好きで。資料がもらえないからね、想像で描くんだよね、うん、そう。だから攻略本のそのシリーズごとにデザイン全然違うんだよね、武器とか、うん、そうそうそう、うん、わけわかんないとこ好きになってるね。ハマってんの。横スクロールのステージ絶対こんなんじゃなかっただろうみたいな。もうほぼ想像で書かれてる。そうだね、もうなんかね、そういうのにロマンがあったというか、当時さ、うん、なんか梶田君とか、なんかフォーゲーマーの人に聞いたと思うんだけどさ、ゲーム攻略本のゲーム画面ってどうやって撮ってんのって聞いたらさ、なんかめんどくさかったって聞いたじゃん。めんどくさかったっすよ。昔は、今はスクショで簡単だけど、当時はなんか普通のカメラをなんか固定してテレビ画面を撮ってみたいにやってたからさ、画質も悪いし手間じゃん。そうなんですよ。だからさ、攻略本にゲーム画面一切載ってなくてさ、うん、手書きなのね、うん、
ああ、そんなもあってありました。ドラクエのダンジョンとか手書きなのよ。本当に結構頑張ってる子供だと写真載せてるんですけど、ね。載せてた、うんうん。そうなんですよ。ギリギリ俺の時代はまだあの画冊がまだちょっと大変だった時期だったんですよ。俺がデビュー当初は。あの特殊な機材をかませないと撮影できなかったんで、あ、うん、いわゆるその、うん、デバッグ機とか使ったりね、うん、今でもデバッグ機は使うんでしょうけれど、そうね、うん、懐かしいな、エッチな漫画載ってんぞ、エッチな漫画載ってんぞ、エッチなアニメ、エッチなアニメ、気まぐれオレンジロード、ちょっとエッチなラブコメディです、うん、スタイリッシュな青春ラブコメディ、これ気まぐれオレンジロードはさすがに俺昔ビデオで 1,2 回見たかなってくらいなんですけれども、ヒロインが2人、なんか2人で風呂 入ろうとしてるよ、だってマジ、ほらどういうシチュエーションだ、わかんない、うん、あ、京介の妄想って書いてるわ、うん、やべえなこいつやべえなこいつマジか、でも、ま、当時この時代はなんかスケベな男主人公多かったから、うん、これもう、え、これどういうこと、何これ真っ裸で、うん、スプラッシュしてます、ね、キュート光る、うん、これでも気まぐれオレンジロードは俺ら上の世代のオタクだと、俺より上の世代のオタクだとどっち派って話になるんですよね、そうだね、うん、ロングの子とショートの子の、やばいこれ今ダメかも、スケバンにボコボコにされるって書いてる、めちゃめちゃ顔に青タンできてるじゃん、顔もボコボコになってんだけど、こんな本格的にボコられるの、この当時のラブコメって、窓かを探すスケバンたちに自分だと名乗って身代わりに、うん、だって、オレンジロードはね、ヒロイン可愛いからちょっとどっかのタイミングでまた見てみたいんですけどね、これは何、映画、劇場こんなやって、あ、でも短編でやってんだ、うん、25分ばっかやってる、なんで全部ちょっとエッチなんだろう、多分ちらっとページ見せるくらいなら平気だったと思います、どうせ文字読めないと思うからこの距離だと、ポスター映画かなこれ、これうわ、雪山でそんな格好したらダメだよ、体、あ、音楽詐欺師さんなんだ、これだってさ、下も履いてない、ほんとだ、峰藤子みたいになってる、峰藤子もうダメだわ、うん、例えがダメだ、もうおじさんだもん、おじさんなんだよな、うん、でも俺はまだそういう、うん、昔を懐かしむにはまだ若い気はするんですけれども、多分個人的な趣味なんだと思うんですよね、ノスタルジーって、うん、あの実際にその時代経験したかどうかじゃなくて、ものすごく感覚的なもんだと思うんですよ、まあそうかもね、うん、懐かしいっていう気持ちって実際に味わってなくても味わえるもんですし、だからでしょうね、ファンシーララ、ファンシーララですね、魔法少女系のやつじゃないですか、シリーズの、うん、そうだね、クリーミーマミとかのやつじゃないんですよ、ファンシーララって、カッセルユーミ、マジカルエミ、うん、なんか結構オレンジロード知ってる世代の人が見てんな、やべえな、俺らより年上かもしかしてやべえな、ペルシャってすごい名前だね、あ、魔法の妖精ペルシャ可愛いんすよ、なんかね今でも通用するデザインですよペルシャは、マジで、うん、ちらっと見せてください、みんな可愛いって思うと思いますよ、ペルシャくっそ可愛いでしょペルシャ、めちゃ可愛い、それか俺の性癖が今歪んでるだけ、ペルシャはもう毛量がすごいもんね、毛量がすごい、髪の心配多分して、うん、あ、トリートメントは大事にしてると思うよ、このふわふわの髪がいいんですよね、ギスギスになって、これギスギスになったらもう大変だもん、ブラシ取んなくなっちゃうと思う、大変だから、また髪の話してるクリーミーマミ乗ってるで、うん、クリーミーマミも可愛いっすよ、だからその世代の魔法少女たちマジでみんな可愛い、クリーミーマミは、あ、なるほど、この前は何があるの、クリーミーマミーの前はあるのか、あ、この質問いいな、わしゃがなスタッフの皆さんに質問です、うん、ウェハースどれがお気に入りですか、あ、でもウェハースやっぱ種類ありますからね、そう、いろんなウェハース食べてきたじゃん、どれが美味しかった、どれのやつ、あれっすね、どれのかちょっと覚えてないんですけど、うん、ホワイトチョコっぽいやつあったの、あ、鬼滅だと思う、鬼滅かな、鬼滅だね、鬼滅のやつだった、ホワイトチョコっぽいのは確か、あれはもしかしたらその他のと違うって意味で、うん、とてもいい印象が、うん、かもしれないですけどすごいいいイメージ残ってますね、さすが鬼滅だぜ、チョコココア系はちょっとね、うん、やっぱ多いからね、そうですね、同じ本買ってる人いるわうちにもあったって、うちにもありますって、皆さんホワイトチョコのやつですよ、うんうん、あれ良かったっす、ね、おすすめですよ、青ギフトさん、わしゃがなが美容系 YouTube ということを聞きたいんですが、毎朝欠かさずこれだけはやってるってことはありますか、朝のルーティン動画作ってほしいです、
それはプライベートだからちょっとお見せするのはね、朝のルーティンはちょっとエッチだし、俺の朝のルーティンって、うん、見たくねえ結局それが嘘でも見たいっていいよそれが本当のとこでね、うん、朝のルーティンをね多分見たがってるのはね、うん、あなただけなんですよ多分ねそのうちのねチャンネルのほとんどの方は別にどうでもいいんですよ、うん、そんなのよりガンダムとかが見たいって思ってる方が多くて、あなたはたまたま朝のルーティンをね見たいって思ってるんだけど自分がちょっと珍しい存在だってことをこう、うん、考えてみてください、うんうん、説教してる誕生日にファンに説教をかますおじさんになってるそんなに求められてないんだ、まあ、ルーティン動画って YouTube はよくやるけどあれ嘘だよねぶっちゃけ。だってあんなねえ、でも僕めっちゃ正直だなと思った、うん、朝のルーティン動画って、うん、あの起きる二度寝、ね、三、うん、度寝するだけって朝のルーティン動画って、うん、これ本物だなと思った。それ面白いな。でもそれってもうルーティンが流行った後にやったやつだろう。うん、まあそうですね。ちょっとずらして面白くしよう。逆に面白いな。うん、なんか小綺麗じゃん。その普通にルーティン動画見せようとすると、ね、あの必要ないところカットして朝うーんって起きてなんかコーヒー入れたいとか、ね。うん違うから俺は朝起きておじさんの朝のルーティンはまずうなるから、ねうん、そう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 朝のルーティンまずそうまず最初喉に絡んだ痰を出すとこから始まってうんってなってから、うん、そうって言って頑張って起きるのよ。ため息ついてブーって言いながら、うんでリビングに行って、うん、昨日の前の日から置いてあったペットボトルを開けて、うん、そう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 流し込み、うん、そう何しようかなってぼーっとした後に、うん、歯を磨き始めるんだよ。あーそうそうそういうことなんそういうことなんこれがリアルよ、うん、NHK でやる場合こうなっちゃう。朝のいろんな飲まなきゃいけない薬を流し込む、ね、昨日の夜から置いてあるペットボトルでゴクゴク、うん、俺はそれないわ薬はないわ体が悪いおじさん体の悪いおじさんです。そうだね、はい、うん、ルーティン動画はうちは難しいです。うん、お見せしたら多分イメージが壊れちゃうんで ね、 そうだね今の美しいイメージが壊れる、うん、俺らのねうん。カタカナ誠さん、うん、中村さんお誕生日おめでとうございます。夫が同い年、中さんと誕生日も近く、うん、私より夫のが分かるわと言いながら、特にセイントセイヤ会など楽しく配信を拝見しています。これはもうこういうことだからね。こういうことです、はい、皆さんこういうことなんです、うん、質問ですが、ブクちゃん先生による、うん、わしゃがなイラスト集の発売予定はないのでしょうか。あ、売る想定で書いてないからな。でもブクちゃんあまりにも、うん、あまりにもその意見が多いから、うん、最近ちょっと意識してる。あ、本当？最近意識して書いてる。カット絵が多いでしょ。おい、うん、うん、なるほど。意識してるというのはその商品化を狙ってるってことですか。そう、うん、俺の一存じゃないんですよ、何が商品化されるかっていうの。確かにね、まあ、そうだよね、うん、そう気がついたら商品化してることが多いから、それにちゃんと備えようっていう考えてくれてる。そう、うちってユーチューバーとしてもちょっと特色が強くて、そのブクちゃんっていう超専属有名絵師がついてるじゃない、うん、だからその場合、まあ、確かに画集とかを出せるユーチューブなんだよな、うん、考えてみてもいいのかな。だいぶストック溜まってきてるもんなこの数年で、はい、うん、問題はほとんど白黒なんだよね。そう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 でもまあそれも含めて面白いかもしれないな。菜の花75さん、中村さんお誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録70万人が見えてきました、うんうん、記念にやりたいことありますか。あといつ頃100万人いくと思いますか。この話はね、実はうん、俺っちも含めてちょっと話したことあったんだけど、うん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 、そういう100万人っていう数字を目指すには、うん、多分何かちょっときっかけを番組に与えないと難しいなって。難しい、今楽しんでくれてる人たちだけで行くと、うん、100万人っていうのは相当ハードルが高い、まあ、なぜかというと、まず第一にトーク多いんだけど、うん、字幕とかをつけてないから外国の方に見ていただく見づらいっていう部分が薄くて、うん、そうなると海外の方の登録者数がまず増えにくくて、うんうんうん、で内容とかも、うん、まあ大体俺らが好きなものをやってるだけだから、うん、もう固まってきたなっていう。そうですね、うん、最近はもう、うん、この
このルーチンでみたいな感じで動画を撮ることも多いんですけれども、うん、100万人目指すとなると、いわゆる一般的なその有名 YouTuber みたいにさまざまな企画に挑戦しなきゃいけないわけですよね。あとはその、うん、まあ知らない人に新たに知ってもらうきっかけだから、うん、普通に今通り配信してても無理だなっていうのは感じてるよ。感じますね、うん、ただもうでも元をたどると俺らオタクなんで、うん、オタクなこと以外はできないんですけど、無理くりね、だって興味のないことをやってもね、広く発信するのが大事だから、うん、やっぱりゲストですか。ゲストか、まあそうだね、うん、なんかそういう話は出たね。だから、うん、そうだよね、ゲストさんとかコラボとかで、うん、こう見てもらう間口を広げるしかないかなっていう、うんうん、今見てくれてる、あ、いやいや、あのコメント欄の方たちに、うん、あの勘違いしないでほしいの、今のままがいいなって、今のままから変わるって意味じゃなくて、うん、今のままやってるから広がりっていうのは難しいよねっていう、うん、だから知ってもらうにはそうじゃない、うん、人に知ってもらうきっかけがいるっていう話だね。そういうことなのよ。あの、うん、今見てる皆さんはそれは今のままがいいですよ。今のやつ楽しんでんだから、うん、今の俺らのこのありさまを楽しんでくれてるんだ、それ当たり前なんですよ。そうそうそう、うん、でもそっから増えす、まあ、例えば100万人目指すんならどうかって仮定の話で、うん、今のまんまじゃそれは難しいよねっていう話です。そう、でも今のままから変えないでいくなら、じゃあ、うん、知ってもらうきっかけが必要だから、そうそうそう、まあ、今ブクちゃんが言ったように他の人とのコラボとか、うん、そうそう、そっちのファンからそうだね、うん、知ってもらった中に、うん、まあこんなコンテンツあるんだ、面白いなって、そうそうそう、なってくれたらいいし、あの地上波でやったの早すぎたね、確かに今思うと。あもう自分でも忘れてた、地上波で放送したわ。我々地上波デビューしてるから、そうそう、始まって即即総集編的なやつでした、総集編でやった、もう撮る余裕がなかったから、なんか中でも特に人気のある回とかをピックアップしてテレビで流したんだよね、うん、はい、そうそう、今となっちゃうあれ見たり録画したりした人レアだと思うんですけども、うん、覚えてます皆さん、うん、いつだっけ。いや最初の年末、俺あれ欠かさず見てたよ。欠かさず見てたブクちゃん、欠かさず見てたあれ地上波、うん、最初の方の年末だよね、年末付近だよね、うん、そう、1年目の、まあ、1年経つ前だね、だからやったな。今やるとまたちょっと違うと思うけど、あれまた来ねえかな、あのオファーあれ、いやあれは本当話していいの、本当話していいの、いやあれはだって別にやってくださいじゃないよ、うん、枠空いてるけどやりたいって聞かれたそう、あのスポットここのテレビの放送枠空いてるけれどもよかったら使うみたいなで、いや使うって言われてもなってこっちも言ってやりたいことないしなってなったからテレビでって、そう、で、そもそもテレビでやれること俺らやってんだっけみたいな話で、だからね、あの時間わしゃがな知らずにテレビ見てた人たちは困惑してたと思いますよ突然わけのわからんおじさん2人出てきて、ああなんか画質も荒いし音声も荒いしうまい棒を、まあ、テレビに比べるとな、うん、なんかスナック食ってるしみたいな感じの動画だったしね。ああなんか音声荒くなかったですか、地上波で放送した時。いやだって地上波に対応させてない、ね、対応させてないから無理くりやってて、うん、うん、ね、なんなら電波ジャックだと思われるくらいのクオリティでしたよねあれテロリストやん、そう本当に地上波でやるっていう電波ジャックくらいのクオリティだったんで、だから見てた人はレアですよ、思い出ですよこれは。パッとつけた人 YouTube 風のコントかなとか思う。確かにありますもう時間の使い方がテレビと違うからね、うん、編集の仕方っていうかね、うんうん、違いってあるよねやっぱりね。ミーツーナーさん、4日前くらいに見たニュースに、うん、タカラトミーの KB の新プロジェクト、KB、あると見ました。これ皆さんが取り上げた影響ですか。そうですそうです、わしらがアンバサダーです。言ってくの、タカラトミーからは何の連絡もないです今のところ何のお話もないけどね、音沙汰がない。宝富さん見てる、うん、見てる宝富さん見てるチャンスだよ、チャンスだよKB の宣伝のするチャンスだよわしらくらいだよわしらくらい結構いるからな、結構いる、魔改造系の人が、ガング系の YouTuber 結構いますよね、うん、いるいる。しかもなんか不思議と似たような企画が同時期で被ることはなかったですか。取られてんだよあれ、なんでなんですかね、企画盗まれてシンクロにして盗まれ
だってこっちは収録してさ2ヶ月ぐらい経って流れるじゃない、うん、で向こうは個人でやってるから、うん、もう撮ったなんなら3日後とかに動画出せるのよ。あ、そういうことか。ってことは噂に聞いたらやっぱ盗めるから、うん、やっぱうちのちょっと数字だからって。お前ら本当に本人にそんな風に行くなよ、うんうん、あのこれは冗談で言ってる、うん、冗談で言ってるね。分かってると思うけども、中村さんとか梶田さんの企画盗みましたよねって絶対とづらいよ、うん、絶対そんなことするなよ、うん、あの失礼だから全部冗談で言ってるから、うん、偶然だから基本的にマジで偶然偶然、うん、俺らもすげえ偶然だなって言ってるから、うん、俺らもね会議のたびに自分たちがリサーチしたやつとかを提案してで企画になるのよ、うん、で玩具系は俺もなんかアマゾンとかで昔のおもちゃで遊びたいやつ探してやってんだけれども、たまたまそういうのがやっぱみんな古いおもちゃになると被るんだよな、うん、きっと、うん、それだけの話やな。だから兜防具って言っちゃった KB じゃない、まあ分かんないけどね、 KB ってでも言ってるしな、うんうんうん、兜シルエットとかもそうそうそう、兜防具だと思うよね、分からない、兜ボーロかもしれないよ、兜ボーロおかしいやだからね、あの KB に関しても出たら宝トミーから何の音沙汰もなくてもやるかもしれません、うんそうですね、おなるほど、警備員の質問多いな。やっぱうちのチャンネル層こうカブト防具みんなどんだけ気になってんだよ。でもあれ面白かったっす、うん、見ててもうるさかったよね、うん、うるさかったっすけどね、ふぇーんって言って、うん、でも次のやつ多分パワーは現代のやつに直されると。なるほどね、もっと強いだろ、モーダーが、うん、俺の旧型機で戦えるのかすごい気になる。絶対無理だよ。いや無理、ゴールデンクソ漫画ボーイ破裂するぞ粉々に破裂してる。バラバラになるこっちも違法改造に手を染めてから、お前それ中身違うだろ昔のホビー漫画みたいになるぞ、うん、うわーゴールデンクソ漫画ボーイーって右下でブクちゃんがこう言いながらうわーって大駒でバーンって弾けて、その後泣いてんの、うん、パーツ握って泣いてる、うん、俺のゴールデンクソ漫画ボーイー、そしたらブクちゃんの親父が来て、うん、力が欲しいかって特殊合金でブクちゃんの親父がポンで力が欲しいブクちゃんの親父って防具の研究してるの確かビーダーマンとかはなんか研究して博士が来るけど、うん、なるほど、なるほどなるほど、三春さん、中村さんバースデーボーイなんで正直中村さんのこういうとこに惚れる尊敬するとかありますかって、これ俺に聞いてんのかな、俺くらいしかね、2人に聞いてんの、俺かムクちゃんに聞いてんだろうな、こっぱずかしいからあんま真面目にこういう話したくないけれども、惚れるはまた別の話になるから、ちょっとあの今後の関係性に問題が出るから、ちょっとそこは置いておくとして、まま聞きたくないの、だってまずいですよ、アイドルユニットでアイドル同士が恋愛するのはまずいだろ、アイドルユニット、まあ、大前提がみてえなもんだろ、大前提がおかしくなってる、御三家みたいなもんだろ、どことどこだ、シンデレラガールズの3人みたいなもんだろ俺、うん、あメインのそうファッション、うん、俺なんだろう、青田さんはシブリンかな、クール、うん、シブリンで俺がパッション、マジで、うん、なんでキュート、もう一個なんだっけ、あキュート、ブクちゃんキュート、あ逆かな俺がキュートかな、ブクちゃんどっちキュートパッション、キュートとパッション、俺あの諸星キラリちゃん推しなんで、おいファッションが好きですけど最初の3人だっつってだろそれだったら俺だってコウメちゃんがいいわ、うん、いいよもうその話はもうそうね、あの尊敬するところって話だと真面目な話、名古さん仕事に対してすごく真摯、俺はね仕事人が好き、どの世界でもプロの仕事人を愛してやまないから、名古さんは自分の仕事に対して妥協がないし、それに自分の仕事を自分で私物化しない、例えばキャラクターをやったからといってそのキャラクターを自分のものみたいに扱ってファンサとかしないじゃないですか、そうね、最近気になってるのは人のキャラはやってんだよね、うん、やっとるわ、最近自分で気になってんだよね、やっとるやっとる、めちゃめちゃやっとる、自分のはもうポリシーとしてやらないんだけど、うんうん、なんか人のはね、人のはバンバンやるな、うん、そうだ、待っていろスネークってやってんの、昔の話だ、こういう人です、うん、でもまあ、 嫌いじゃないですこういうところ、うん、なんで楽しいんでね、うん、そうだね、うん、まあそんな感じっすね、仕事にやっぱ真摯なところかな、
まあたまに同じ人間かなって思うぐらい冷血なことあるけれどもそこも含めてやっぱりあの自分と違う人間に惹かれるって皆さん分かります？正反対の人間ほどなんかこうそばに、言い方ですとそばに置いておきたいというかそばにいたいというか、うん、学べることがあるんですよ自分にそっくりな人間は。まあまあ、自分がいるからまああんまりその意味がないというか学べるところっていうのはないじゃないですか。正反対だからこそ学べることってあるんですよ、うん、でそういったところで言うと中村さんは俺よりも上の世代で俺よりも古いコンテンツをよく知っていて特にそういうところでわしゃがな TV をきっかけに俺は知識を吸収できてるんですよ、うん、俺は人の人生から知識を吸収するのがものすごく大好物なんでインタビュアーとかやってたのもそうですし、うんそういった点で、まあ、中村さんとこう YouTube をやっててよかったなと思うことはありますな。ブク、うん、ちゃんはどうだい？俺？うん。ブクちゃん中村さんのこと嫌いかい？好きだけど。好きだけど。まさかの。ここに来てまさかの。あんま好きじゃねえな。実はあんま好きじゃないんだよね。いやでも中村さんと思い出深いのが、うんうんあのポプテピの収録の時に中村さんは別の収録で同じスタジオにいらしてて、うん、その時になんかあの真剣そうだったからちょっと目あったんですけど会釈、うん、してあーでスーって奥の部屋に入っていったらあったあった中村さんから LINE で今ブクちゃんいたみたいなで急なのが結構まだわしゃがな始まってすぐとかだよねあそう本当に全然もう、うん、3回目ぐらいに会ったぐらいの感じの時にそうだよななんか仲良くなれそうだって思って、うん、ほっこりした記憶が、うん、確かにブクちゃんを巻き込んだ時点では中村さんとほとんどつながりなかったんだよなわしゃがな TV 始めるまで、うんちょっと何回かドライブに行ったとか、うん、そうだねでしたもんねそうだったそうだったそうだよな今とはちょっと忘れてたなそういう関係性だったこともなんか昔からの友達みたいにだどっちかというと、うん、だからそのポプテピピックの原作の方っていうのが先にあるから、うんうん、その時はね、うんうん、だから現場でいても、うん、まあなんかおブクちゃんみたいな距離感ではまだないしね、そもそもね。うん、うん、でもそこからねなんか自然と徐々にどっから仲良くなっていやでも自宅配信とかで普通に3人でやるようになってやり取りがやっぱ増えたらね、うんうん、そうですね昔からの友達みたいなイメージになりましたよねそうそうで遊びに行くようにね なり始めてっていうのあるよねうんドライブしてで、ね、そうなんですよねだって最初ブクちゃん一緒に遊んでた頃免許なかったじゃんそうですね俺、うん、バイクの免許しか、うん、だからこっち来ても、うん、まあ梶田君の車に、うん、が4シーターだったからさ そっちに基本乗せて悲鳴だけ聞いてたもんありましたねそんなことねと峠を走ったら峠走ってる時、ね、飛ばしてるわけじゃないのよ、うん、単純にパワーがありすぎて、うん、峠で普通に走ってるだけで滑り出すっていう、うん、峠スリップしたんだよねあの雨が降ってたんですよすああ、うん、雨が降ってて峠がものすごい急なほぼ U ターンみたいな峠なんですよああでそこでもう自然に重力でスピード乗っちゃうんですよでブレーキ下りだからね下りねツルーンってなって俺の見事なタイヤさばきがなかったら対向車と衝突してたねあれはやばかった、うん、あと霧も出てたな、うん、霧も出てた、うんうん、だからブクちゃんがあーって言ってたそうそう、うん、対向車来てたら俺ら二人死んでたぞってそうずっとブクちゃんの悲鳴は聞こえてたないやー助かってよかったな助かってよかったね九死一生スペシャルだ、ね、下手すると俺が一人でやってることだよねわしゃがなっていうよかったな中村さん一人だったらこういうコンテンツにはなってなかったこういうコンテンツにはなってないこういうコンテンツにはなかったと思うやってないと思うねよかったですねでもなんか、ね、相乗効果ですよね結局3人とも3人ともでそれぞれ職業が全く違うし、うん、おまけに趣味嗜好は似通ってるとはいえ世代も違うからまあそうだね、うん、ブクちゃんもさ梶田君と年近いとはいえさ、うん、ちょっと違うよねう見てるものとかがなぜあそうですねそうちょっと年齢より俺古いかもしれないです、うん、趣向がそうなんだよねブックちゃん日本で俺上海にいたしう、うん、そういった面でもだいぶ違う取ってきてるものもちょっと違うもんね、うん、
違うもの同士が集まった方が面白いなって思うようになりましたね。タクヤさんの質問がですね、ええ、中村さんお誕生日おめでとうございます、うん、逆襲のシャアについてです。どうして？なんで逆襲について質問してるか。自分はものすごく大好きで何回も見れちゃうくらい好きですが、お二人お三方かな、逆襲のシャアの中で好きなシーンございますか？いやいやいや、そういや、まあ、あるけど、いいけどね、俺の誕生日だからね今日ね。逆シャアの誕生日じゃないからね。逆シャアの好きなシーンね、やっぱあそこじゃないの、あのこれを大佐にって花をみんなで渡してったら突然歌が始まるやつから、あの艦隊戦のメロディーに乗せて歌い出すやつで、メインテーマのリズムで急に歌い出すやつ、あれいいな、あのシーン、確かにああいうシーンかな、俺は総帥にか、総帥にっつって渡すやつ、そう、あのシャアがねすごく愛されてるっていうか信奉されてることが表されてるシーンですよね、むずいな、ぶっちゃけ逆シャア のシーンってすごいミーハーな言い方をすると、最後のアクシス押し返すシーンがものすっごいいいじゃないですか、まあそうね、あそこはもう聞かれるまでもなくみんな好きなシーンであげると思うんですけれども、そこを外すとしたらですよ、そこを外すとしたら、実は大人たちが会議してるシーン嫌いじゃないですよ、これあれ、アクシスをもらう、そうそうそう、それと話してると、そう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 、あの嘘の会議ね、そう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 、適当な会議ね、そう適当な会議あそこ何気になんかすごく味がある演出なんで、なんか知らんけど印象に残って気に入ってんすよね。そう、金塊のやつ、そう、仕事がなくなってしまいます、それは困ったなとか言ってやってるもんね、そう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 、わざとらしい、そう、適当な会議って言うとあれだけれどもいや、あれは表面上の会議だからね、そうなんだよな。あとはどうだろうな、シャアとナナイが明らかに事故だろうっていうシーン、ありましたよね。ありますよ、あそこら辺事故か事前かどっちか、事故か事前かどっちかですよね、ちょっと分かんないけどね、どっちかだろうけど、あそこも結構好きだな。あとはもちろんこれもみんな大好きだと思うんだけど、シャアとアムロが組み合って土手をゴロゴロ転げ落ちるし、アムロの巴投げのシーン、巴投げを決めるやつアムロが柔道っていう、あの偶然出会ったら即喧嘩っていう、あの感じがすごく好きすごいなね、馬で追っかけてってね、偶然出会って即喧嘩ですよ。ブクちゃんある、他になんかここ好きみたいな。でもやっぱ、ギュネーの抵抗したなとか、ああいうところが好きかな。あ、ギュネーいいよね、ギュネーはなんかできればもっと見たかったなって気はしてる俺、ギュネーのこと、逆者でやっぱポジション的にはちょっと不憫だったけれども不憫かわいい、あいつスパロボでさ主人公の親友ポジションに収まってめちゃめちゃ報われたやつがあるんだよ。あるね、タイトルでね、そう、あの時のギュネイすごく良かったな。だから俺の中のギュネイの補完はあそこでされた、タイミングさえ間違えなければこいつはいいやつっていう、あんまり描いてないからこそ、そういう余地があるよね、こうだったら、ああだったらみたいな、そう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 、スパロボ D だな、そう、あ、ブライトさんのすまんがみんなの命をくれ、名台詞ですね、あそこね、会議してね、そう、すまんがみんなの命をくれ、よかったな。俺子供の時に見た、初めて逆者をテレビで見た時にさ、最後にあの敵味方関係なくアクシズを追い返してる意味が全く分かんなくて、ああそうなんですか、なんで敵も追い返してんだろうってずっと思ってたんだよね。確かにそうか、子供だと分かんなかったんだよね。あの人間のその理屈じゃなくて感情で動く人間の心理っていうものがまだ成熟してしきらないと分からないのかもしれない。そうそう、なんで命令違反してんだろうぐらいしか、冷たいや なんで命令違反してんだろう、ね、まあ、結果的に後から大人になって見た時にさ、結局みんなにとっての地球っていうものが、そういう存在じゃなくて、もう理屈は抜きにやっぱり守らなきゃいけないっていう考えに一度がなるわけなんだけど、そういうふうに思って見てなかったから、あとなんならそれまでのガンダムを見たことがないから、あ、初めてが逆襲だから、あのなんで逆襲してんのかも知らないもん、シャアが。最初に、ファーストガンダムを飛び飛びで何回か見たことがあるぐらいで、ゼータも見たことなくて、それで逆シャアをなんかガンダムのアニメとしてしか見てないから、全然もうそのドラマの部分の意味が
さっぱりわからない、うん、じゃあつまり初回ではハマってないってことですよね。でも、うん、やっぱりモビルスーツはかっこよかったよ、うん、戦闘は、うん、何回目に見た時というかどのタイミングで本格的にこれはすごい映画だって思ったんですか。一通り見て、うん、もうそういう、設定が把握できてから見たらちゃんと分かって面白い。ガンダムってもう後から知ってから見て、あ、やっぱこれすげえ映画だったんだってなったんですね、うんうん、なるほど。そうだったな、うん、モビルスーツしか見てなかったもん最初、ね、確かにな、子供の頃はそうだったな、モビルスーツしかった。だからパトレイバーとか見たら全然パトレイバー出てこうやん。そうね、うん、俺パトレイバーそれで途中で見るのやめちゃったもんな、あのレイバーが出てこなさすぎて。あ、人間ドラマの部分がまだ分からない時期ですもんね。分かんないから、うん、幼少期はまだ全然、うん、なんかグリフォンはかっこいいなぐらいにしかもう思ってなかったもん、うん。パトレイバーって実はまあ人間の方が面白いんですよね。だからそうなんだね、うん、後から見るとね、うん、そうなんですよ。ロボット、まあ、レイバーはあくまで装置だからさ、うんうん、あれなんだけど、やっぱ子供の時ってそういう風に見てないから、うん、だからその勇者シリーズとか好きだったのかもね。ロボットに人格があって、うん、そこがドラマに介入してくるから。そう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 、ガンダムって別にドラマには介入しないじゃん、うん、どうもガンダムですって言ってくるわけじゃないからさ。どうもガンダムですはない、うん、道具だからさやっぱりさ、うんうん、そうだよな。大人になるとこうやって理論的に自分を分析できるんだよな、うん、ガキの頃は分かんなかった、うん、やっぱガンダムの話になったら投げる。マジでそうです、逆者の話になったら投げる。もう どこまで分かんない。 そういう質問振るな。俺らが盛り上がる質問振るな、うん、ガンダムの話はもうやめろ。あ、なるほどね。中村さんに聞きたいです、うん、もうお誕生日おめでとうございますと一言もなくなってきた。辰星さんですね。渡るキャスト陣とのエピソードありますか。え、あるの。そんなある。初めて田中真弓さんや西村さんにお会いした時のエピソードだと、うん、ああそうね、うん、俺西村さん結構早いうちにお会いできたんだけど、うんうん、もう聞いた時にしばらく先生だってずっと思ってたよ。ちなみにちょっとファン的心理だよね。そういう時に渡るすごく好きだったんですって雑談とかしたんですか。しない。しない。しなかった。言わなかった。一番最初にそういう点で言うと、うん、あのウェブダイバーっていうのでレギュラーデビューをした時に、うん、飛田さんが一緒で、うん、で最初の飲み会かな、うん、終わった後に行った時に、うん、もう飛田さんを見てずっと俺は神湯だと思ってたから。やっぱり中村さんでもそういう昔好きだったものはファン心理っていうのが働くんですよね。うん、だ飛田さんになんかゼータの話聞きたいと思ったけど、うんうん、何を聞いていいかも分かんないから、なあ、確かに普通に話してた。その割には中村さん、あの井上さんになんでマーク2って言うんですかって普通に聞く。 あれはもう最近だからね。ああそうか、おそばさんの現場で、そうそう、うん、あの、うん、どこでって聞いたら、うん、だってワン、ツー、スリーでしょって普通に答えてくれたから、うん、そっかって発音がネイティブなんですよね。そうそう、ネイティブだったから、ワン、ツー、スリーじゃない、ワン、ツー、スリーや。新人のうちはね、なかなか聞けなかったね。三井寺さんになんでエヴァって言うんですかって聞いてる。そうそう、うんうん、なんかポプテピの収録とかで、あ、やっぱりパロネタとか言ってもらうこととかあるじゃないですか。そうだね。その時に音響監督があれやってもらいますみたいなこと言って、うん、緊張感が走るね。でそう、俺がそんなお願いしたら俺がミーハーだと思われるだろうがみたいな。そうだろうだって。お前何言ってんの。じゃあやってもらわないんですかって言ったら、ちょっとだけやってもらおうかって。これ毎回やるくだりなんですよ。でもみんなちゃすぐやってくれるでしょ。ああもう、ね、皆さん結構ノリノリでやってくれるんで、ね、非常にありがたいというか、お世話になったというか。やってくれるよな。意外とサービスいいね、みんな、うん、いやだ皆さんのすごいね、やっぱりそのセリフを言って、うん、その場面とか全部浮かぶっていうぐらい刷り込まれてる言葉があるのはすごいよ、やっぱり。でもね、中村さん、あと10年もしたら中村さんそうなるんですよ。なるんですか、うん、何の言葉で。あのセリフ、このセリフで、あのセリフ、このセリフっていうのは現場で多分出てくると思うんですよ。使いやすい言葉じゃなかったりするじゃん。あ、なんかその皆さんのやつはやっぱりそういうのでさ、うん、ちょっとパロリやすいというかさ。確かにな、それはすごいなと思う。だろう、みんなコメント欄にいるみんな、中村さんといえばこのネタみたいなのあるのかな。もう今聞くと、うん、あれになっちゃうじゃん、その、うん、呪術廻戦とかさ、まあ、原稿コンテンツになるからさ、原稿コンテンツの話じゃないんだよね、うん、そういうのって、うん、別にその俺が飛田さんを見て神湯だと思った時、原稿でゼータやってないから。そう、うん、そういうのってまだやっぱり超ベテランの域に突入しないとないのかな。そうだと思うよ、うん。
だよな。まああとは、あ、これって確かに知らないな。大福餅さん、中村さんの、まあ、雄一って名前って、うん、どういう意味で名付けられたのか聞いたことってありますかって。お、知らないよ親とそういう話しないんですね、うん、占いじゃなかったかな。占い、はあ、占いで名付けたんですか。占いだと思うけどな。じゃあ画数がいいとかそういう話。ああ、でもそういうやつだったと思うけど、ちょっと今度詳しく掘り下げてみたいな。中村さんの両親にインタビューしに行こうかな俺。やめてもらっていい？ショックで倒れたら困る。ショックで倒れたら困る。もういい年だからあんまり刺激を、強い刺激を与えたくないから、片手がこういう状態の人にちょっと。嫌ですか？香川にいません？香川いる、一人二人はいるかもしれないけど。いる。ちょっとあんまり多くないからね。ナイトとホワイトラビットいるから。ショック受けちゃうかもしれないから。あ。っていうかもういい時間ですね、気がついたら。本当だ。最後にもう一つぐらい質問読みます。名古屋さんなんか選びましょうじゃあ。いやー短かったなやっぱり。そうさ、最後にふさわしい質問が全くないっていう。ないでしょうね。どうしようこれ。わしゃがな TV ですから我々は。そうだね。わしゃがな TV でありわしゃがな TV のリスナーたちですから。わしゃがな TV を見てフォーゲーマーで働きたいと思ったっていう人はいるけど、それは大きな間違いだね。フォーゲーマーの中ではイレギュラーだよね。イレギュラーもイレギュラーだよね。はい、だからフォーゲーマー入ってもこういう仕事しないよね。しないですね、うん、フォーゲーマー入ったら普通にゲーム編集者やらされると思います。はい、はい、まあ、でもそれはそれで楽しいぜ。そうですね、うん、そのルートが良ければぜひ、うん、そのルートそのルートでいいならぜひぜひ。そもそも人って募集してんの、フォーゲーマーって。たまにしてるっぽいですけど、最近あんま見ないっすね。紙面とかでたまに募集することがあるんで。紙面なの。紙面で出ますね。俺の教え子とか後輩もフォーゲーマーに入ったっていうことがね、過去に。でもそうです、うん、専門学校があるんだもんね、そのライターとかの、そういうところから来るのかな。でもそれも確かに、一般というよりは。そうですね、最近の新人の子はそのルートで来てる子とかもいますね。そういうルートで来ることも確かに多いね。わしゃがな TV に関わりたいんであれば、あのどこかのゲーム会社かおもちゃ会社かの社長になってください。提供もらおうとしてるわ。タカラトミーとかですね、バンダイナムコとかね、そういうところで専務クラスとかに金を動かせる立場になってもらうと、もうガンガン僕らと仕事ができます。ガンガンいっぱいできますよ、一緒に仕事。わしらの仲間に加わりたいのであれば、生臭い世界を生きてください。でね、うん、だある意味簡単なんですよ。簡単なんですよね、うん、僕らと仕事をすることは、うん、あの皆さんで仕事作ればいいだけの話なんですよ、マジで。そうそうそう、うん、で最近ね、あのそれ冗談じゃなくて、うん、それこそあの聖剣伝説レジェンドオブマナーとか、うん、あれをやりたいがために会社に入った人が偉くなって、ようやくリメイクとアニメ化、いやリマスターとアニメ化が実現したっていう、うん、すごくいい話があったりするんですよね。うん、うん、そういう時代なんですよ。わしゃがな TV に関わりたいんであれば、もう今からわしゃがな TV に提供するならこれだなっていうものを探してもらった方が早いかなって気がしますね。そうだね、うん、そう、提供を捧げよう。なんか違う、金の匂い、金の匂いがするな。なんか志としてはちょっとゲスな部類に属する。提供を捧げよう。俺らにでしょ、しかも。俺らに提供を捧げよう。そうそうそう。あ、まあこれが最後の質問でいいですかね。生草エンディング。そうですね。そうですね。 あ、はい、あとはあのシルバニアなど数々の女児グッズ、うん、次の特集予定ありますかってことなんで、うん、まあ検討します。女児グッズへのアンテナが薄いんでね。女児グッズはな、セブンスターとシルバニアと他のぐらいだよね、うん、他にそもそも何があるの、女児グッズ。女児アイテム、みんな逆にこういうのがわしゃがなで面白いんじゃねえかってある。女児アイテムに詳しい人がいる、まず。リカちゃん人形、プリキュアとか。プリキュアはね、シーズンでグッズ変わるしな。おもちゃはプリキュアのおもちゃでしかないからな。あ、でもそういう、あの、なんか知ってますか、今のプリキュア、あの車運転してるんですけど、ハマー乗ってるんですよ。ハマー H2 乗ってるんですよ、プリキュア。いや、子供だろ。いや、それが最近のプリキュアって、あ、なんか車運転できる年齢の子もいるらしくて。新しいやつ、そう、新しいやつ、新しいやつ確か18歳だっけ、うん、18歳からなんかいるんだよね。そう、
18歳ってことはじゃあ何、普通免許取ってすぐハマー H2 と買ったのそいつは。なんとハマー H2 に初心者マークが貼ってあります。あ、じゃあまあでも設定年齢上さ18で取ってるから、うんうん、貼らないとおかしいから、そこら辺はちゃんとしてんだね。黄色いハマー H2 に初心者マーク貼って乗ってんすよ。あれコインパにも止めらんねえ車なのに初心者が運転者でマジヤバくないですか。すげえっすよ、ね、プリキュア。うん、へえ、それで何敵跳ねるの。プリキュアハマースプラッシュとかそういう技です、うん、いや ダイレクトハマーアタックだよ。ダイレクトハマーアタックプリキュアダイレクトハマーアタックって言って、うん、ドーン、うん、引いてるだけ引いてるだけそもそもハマーもう新車がないから中古車のハマーわざわざ買って持ってるから、まあ、そうじゃない、アメ車が好きってことになるのかな。あれってそういかついのがね、うん、ないですね。ないないない、電動のハマーは出るらしいけれども、内燃機のハマーはもう古いやつしかないよ。うん、だからなんか多分別な色のプリキュアがこの、うん、あれってハマーって広すぎるから3席なのよ、うん、3人並びで真ん中はこれハマーって軍用車だから、うん、ここの天井のパネルがパッと開くようになってて、要は上に置いてるあの固定のマシンガンをこう撃つ場所があるから多分そこ立つんだよね、うん、何色かが何色かのプリキュアがそこにこう座って違くない、シティハンターじゃないプリキュアじゃなくないで、もう一人がこの窓を開けたとこからこうやって、うん、シティハンターだっていや、シティハンターだって、うん、でもそういうプリキュアあったら超見たいけど、うん、女の子に向けてないよね、もう女の子向けてないよね、やめちゃってるよね。まあでも面白そうだよな。ちょっとプリキュア、そうハマー乗ってるって聞いて見ようかなって思ったもんだって俺。見事にあの、あでもそうね、うん、ハマーマーケティングにはめられてる、うん、確かにね、うん、これが最後の質問でいいのか閉まらない、閉まらないな、一向に閉まらないな。プリキュアがハマー乗ってるって話でわしゃがの中村さん誕生日を閉めるってのもおかしな話だじゃん、うん番組を作っていくにあたって参考にしたチャンネルとかありますか。ない確かにでも見たよ、うん、いっぱい見ました。いろんな YouTuber、うん、やっぱ YouTube の土壌がね、うんうん、今まで経験してないから、うん、YouTube っていう場所ではどういうことが、うん、できるとか、うん、どういうことを見せるにはどういうふうに見せていくかとかを勉強するので、ヒカキンさんの動画を見た。あ俺もデカキンさんの動画を見ました。違うな、それは違うな。気が合いますね、うん、気が合いますね。似たようなものを研究しました、ね見た結果参考には全くなってないんです、うん、参考にはしません、ね、無理です真似できないです。真似できない、うんね、ちょっとあれだけど、でもやっぱりいろんな人の、うん、こう編集の仕方とか、うん、カメラ画角とか、うん、どういう風に撮ってるかとかそういうのも見て、うん、あじゃあこういう風にうちもした方がいいのかなとかいうのをスタッフさんと相談したりとかもしたし、うんうん、まあ、どっちかというとこの立ち上げ時のいろんな調整とかお金の問題とか条件の問題とかを俺やったんですけれども、その辺をどうするかの研究の方が多くやりましたね。あの番組 YouTube って番組自体よりもこの我々っていう存在が YouTube をやることによってどういう条件でこの仕事をしたらいいのかっていうところを結構リサーチしたから、内容よりそっちの方が苦労したかなって記憶。うん、そうなんだよね、うん、YouTuber ではないからさ、うん、そうそうそう、そこで、うん、その例えばスケジューリングとかをただ単に組むってできないから、うん、俺の方もやっぱそのここに来て撮ることがまず第一に仕事にとして成立しないと、うん、事務所にこれをやりますって言えないから、言えない、できない、うんうん、そういう意味でのマネタイズはねめちゃめちゃデリケートに、ね、デリケートにマネタイズは考えましたね、うん、やってみようぜではできないなっていうのは。そうそうそう、うん、でもまあうまいことね、そのフォーゲーマーの協力というかアイタスの協力もあってさまざまな条件が成り立って叶ったわけですよ、うん、マシャガナ TV っていうコンテンツはね、うん、だから皆さんの支えがないとすぐニッチもサッチもいかなくなって番組を閉じる羽目になりますので結構頑張って提供とかを やらないとやっぱり予算が確保できないんで、うん、皆さんいっぱい見ていいねしてください、うん、提供の動画も全部面白いんで、わしら作ってる動画自信持って言えるの全部面白いですよ。なんで普通の動画だけじゃなくて提供もすごく面白くやってるから、うん、動画全部見てほしい、うん、でいいね押してほしい、うん、
その応援によってはシャカナ TV は続いていきますんで、ね、そうだね、はい、よろしくお願いします、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、いい感じに締まりましたね、はい、よし終わろう、はいということで、中村さん最後に、はい、そうですね、中村さんからのメッセージ、そうですね、うん、まあ、うん、誕生日自体は、うん、いつだ、うん、今日何日なの、今日明日ですね、うん、明日なんですけども、明日は特に誕生日らしいことはしません病院に行きますおじさんですよね、切ないな、病院に行ってちょっといろいろ見てもらわないといけない、体をメンテナンスしてもらわないと、そういう誕生日を迎えますけども、うん、またね、ここから自分自身のこともそうですけど、うん、このチャンネルもね、うん、冒頭に話したように、うん、なんかこうもっと多くの人に知ってもらって楽しんでもらえるような取り組みだったり、うん、内容だったりをやっていきたいと思いますね、うん、引き続きチャンネルの応援のほどもよろしくお願いします。当面はイベントありますんで、あります、そちらのよろしくお願いしますね。お願いします。ありがとうございます。今日は、はい、さあということで、今後もね、生誕祭は恒例行事として続けていきますんですが、うん、本日の放送は以上となります、はい、チャンネル登録、番組ツイッターのフォローよろしくお願いします、はい、高評価、メンバーシップもよろしくね。それでは皆さん、またお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。